日本放送協会日本放送協会放送局の一覧 NHK 鳥取放送局 NHK 鳥取放送局は鳥取県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局である。テレビとラジオで県域放送を行っている。太島親局、それ以外はすべて中継局。コールサインは総合系統がジョルグ、 教育系統がジョルック。総合テレビ、教育テレビ、鳥取局は、鳥取県鳥取市にある。なお、倉吉局と八瀬局は、鳥取県東白郡百合浜町にある。NHK 総合のリモコンキー、ID 総合テレビリモコンキー ID、3教育テレビリモコンキー ID、に米市中継局総合テレビ、教育テレビ米国局は、民放テレビ局が、鳥取、 島根の総合乗り入れをしている関係で、島根県松江市内の枕木山からの行き害送信である。NHK 鳥取放送局は1980年代末期まで県西部向けの総合テレビ、教育テレビの中継局を境港市内や米子市内などの県内に複数設置していたが、アンテナの向きから良好に受信できる世帯が少なかった。むしろ、 容易に松江からの電波が届く、典型的なスピルオーバー地帯である、県西部では、島根県向けの総合テレビ、松江局を受信している世帯の方が多く、教育テレビに至っては、松江局のみだった。そこで、当時 NHK 与那子ラジオ送信所内から 42CH で送信していた、9枚個局を、金号の中継局ともども、枕木山に移し、本州では、 初となる、域き送信を実施することになり、6CH の総合テレビ、松江局、12CH の教育テレビ、松江局、32CH の総合テレビ新米子局という構図が完成した。総合テレビ9枚子局の実際の停波は、経過措置後の1999年1月であった。デジタルの松江局は長水山に設置され、 マクラギ山の米子局ともどもスピルオーバー対策は実施されたものの県西部では相変わらず1本の UHF アンテナで鳥取、松江の両局の総合テレビと E テレという計2局4波が受信可能となっている。また鳥取県の中海テレビ放送と島根県の山陰ケーブルビジョンで鳥取、松江の両局の総合テレビを同時にパススルー再放送している。なお、 地上デジタル放送の域外送信はその他に、広島県江田島市、岡山県玉野市、北海道室蘭市などにも存在する。ラジオ第二放送は、兵庫県北西部も放送エリアとしている。ラジオ第一放送ラジオ第二放送 FM 放送2011年7月24日の12時で終了した時点のもの。鳥取県東白郡百合浜町にあった。 総合テレビ、教育テレビ、松江の教育テレビは NHK 松江放送局の電波であるが、全国放送である教育テレビでは、ローカル放送は基本的に実施されないため、与那子中継局は結局アナログ定波まで設置されずに終わった。ありがとうございます。